どうも。ガンプラユーザーにガンプラがないならビプラを作れというのは、水をいつも飲んでいる人に今はないからとりあえずそこにあるテキーラを飲んでおけというのと同じ意味、ザ・ワリマンです。今回は機動戦士ガンダム G オリジンより HG144-1RX78-2 ガンダム、ガンダム G オリジン版を作っていきたいと思います。2020年キット化、お値段税込み2530円、ガンプラ40周年にふさわしい傑作 HG キットになっております。発売当初は大人気で店頭から一気に消えましたよね。エディオンさんで割引が効いて2020円で購入させていただきました。ハイグレードガンダム G オリジンナンバーは26番。ちょうど今日映画のククルスドアを見に行きますんで、ガンダムが作りたくなりました。このキットの特徴としては、前期型と中期型をパーツの選択式で両方とも再現することができます。ビームライフルや肩アーマーも前期型と中期型でデザインが変わっているようなので、詳しく見ていきたいと思います。G オリジンの集大成ガンプラ、いざオープン。1、2、3、4、にゃーにゃー。説明書、内容物を並べてみました。ランナーは全部で8枚入っています。多色成形のランナーは1枚使用されていました。グレーの関節パーツや武装類のランナーは全て KPS 素材が使用されています。それではランナー別に見ていきます。まずはガンダム G オリジン新規造形ランナーから、全部で6枚使用されていました。多色成形のランナーが1枚、あと外装アーマーのランナーが2枚、あと武装類と関節パーツの一部も新規造形になっています。続きまして2017年製の極地型ガンダムのランナーが1枚使用されていました。ショルダーアーマーのランナーになります。最後に2018年製のオリジン MS ランナーが1枚使用されています。関節フレームやあとハンドパーツ類になります。2013年製のビームサーベル、2008年製の PC001 のポリキャップ、マーキングシールとホイールシールが付属します。この CG のようなイラストがめちゃくちゃかっこいいですよね。前期型と中期型で本体のショルダーマグナムだったり、肩アーマー、前腕部のガトリンガンなどもデザインが変更されているみたいです。それでは付属する武装類を見ていきましょう。ビームライフル前期型、ビームライフル中期型、ショルダーキャノン、ハイパーバズーカ、前腕部ガトリングガン、シールド、ビームサーベル。オリジン系のキットということもあるので、マーキングシールが大量に用意されています。今では専用の水転写デカールも発売されています。パーツリストになります。余剰パーツは全部で8個発生します。それでは組み立てていきます。完成後にいろんなガンダムと見比べていきますんで、最後まで見てもらえると嬉しいです。あとグッドボタンもお願いします。まずはボディから組んでいきます。頭部根元はオリジン MS のパーツ、ボールジョイントで接続。関節パーツは一部オリジン MS のパーツが使用されていますが、ほとんどが新規造形になっております。ボディ正面の外装パーツは前期型と中期型から選択式になります。完成後に比較してみていくんですが、まずは前期型から組んでいきたいと思います。腹部のパーツを装着、ボディ外装パーツは前後で挟み込むタイプ、腹部の関節パーツはオリジン MS のパーツが使用されています。外装パーツに関節パーツをはめはめ、ボディへの接続は軸とポリキャップ、リバイブされた陸戦型ガンダムみたいな作りになってますね。接続したら内部に入れ込んでいくと、襟パーツとダクトのパーツはイエローで色分け。前期型はボディ左側にショルダーマグナムを装備、反対側にもガトリングガンがありますが、閉じている状態と開いている状態を差し替えで再現できます。続いてバックパック、バックパックはほとんどが新規造形、ビームサーベルの束は2パーツ構成、バックパック側面にマウント、極地型ガンダムのショルダーアーマーは3パーツ構成、バックパック側面に軸とポリキャップで接続。バックパック完成しました。ショルダーキャノンとバーニア、ビームサーベルのマウント箇所は極地型ガンダムと共通パーツになります。ちなみに中期型の場合は反対側にもビームサーベルが装備されます。バックパックをボディにピン2つで接続。ボディとバックパック完成しました。合わせ目からチェックしていきます。ボディ側面に合わせ目が発生しますが、ダウン落ち処理、一部合わせ目が発生します。ショルダーキャノンはモナカ構造でぐるりと合わせ目が発生。続いて可動箇所、腕パーツ根元のポリキャップは若干前方に引き出せます。頭部根元はプラ材のボールジョイントで前後に可動、ショルダーキャノンは前方に構えることができます。続いて頭部、フェイスパーツはツインアイ、マスク、顎パーツが全て別パーツ化されています。ツインアイとセンサー類のホイールシールも用意されています。今回はホイールシールを貼りますが、ツインアイの周りを黒く塗るだけでも綺麗に色分けができそうです。ホイールシールを貼ってみました。こんな感じになります。外装パーツは挟み込むタイプ、頭部完成しました。バルカンのイエローもパーツ分割による色分けがされております。対象年齢は8歳以上ということもあり、かなりごつい安全フラグがついています。後頭部に合わせ目が発生しますが、ここは段落ち処理がされています。頭部をボディにドッキング、ボールジョイント。続いて腕部、関節フレームはオリジン MS のパーツが使用されています。あとは外装アーマーをパチパチとはめていく。
前期型のみ前腕部にガトリングガンを装着します。ハンドパーツはボールジョイントで接続、ポリキャップは使用されていません。続いて肩アーマー、側面のパーツが前期型と中期型でデザインが変わっています。挟み込むタイプ、肩アーマーは軸とポリキャップで接続。腕部完成しました。合わせ目箇所からチェックしていきます。肩アーマーは挟み込む構造ですが、パーツ分割ラインで綺麗に合わせ目が出ない作りとなっております。内側まで丁寧に段落ち処理、二の腕と前腕部も挟み込む構造で合わせ目が発生しますが、段落ち処理がされています。よく見ないと分かりませんが、関節フレームの中央に一部合わせ目が発生します。続いて可動域、肩アーマーはポリキャップでスイング、二の腕から下はロール、肘関節は二重関節になっていて、限界でこのぐらいまで曲げることができます。ハンドパーツはボールジョイントで柔軟に可動。上半身完成してまいりましたので、腕パーツをボールジョイントとポリキャップでドッキング、右腕も接続。前期型の上半身完成しました。特徴的なショルダーキャノンと前腕部のガトリングガンがめちゃくちゃかっこいい。ちなみに前腕部のガトリングガンですが、余剰パーツを使うことで反対側にも取り付けることができるので、ダブルガトリングガンを再現することもできちゃいます。続いて腰部関節フレーム、股関節のパーツのみオリジン MS のパーツが使用されています。リアーマーは2パーツで綺麗に色分け、センターの V 字型マークは色分けはされていませんでした。ホイールシールが付属します。フロントアーマーは中央でカットできそうなタイプ、カットしても問題なく独立して稼働してくれます。サイドアーマーはワンパーツで軸とポリキャップで接続。腰部完成しました。フロントアーマーとサイドアーマーは独自に稼働、リアーマーは固定タイプになります。股関節のパーツは前後に稼働する作りとなっております。続いて足パーツ、つま先のパーツは別パーツ化、関節フレームのパーツを上からかぶせていく。足裏は細かなディテールが入っていて、つま先などにも肉抜き穴が発生しない作りとなっております。つま先は別パーツ化されていて稼働する作りとなっております。アンクルアーマーで多少隠れますが、ポリキャップが丸みになっているのがちょっと惜しいですね。続いて脚部、膝関節のフレームになります。ほぼ新規造形で、このパーツのみオリジン MS のパーツが使用されています。太もも外装パーツは前後にパーツ構成、この関節パーツはオリジン MS と共通パーツ、軸とポリキャップで接続。膝下の外装パーツの内部の作りはこんな感じ、ぎっしりとフレームが入っています。外装パーツは挟み込む作り、あとは外装パーツをはめはめ、アンクルアーマーはボールジョイントで接続、足パーツとボールジョイントとポリキャップでドッキング。脚部完成しました。合わせ目から見ていきます。側面にまっすぐの合わせ目が発生しますが、ここは両方とも段落ち処理、背面にも関節フレームと外装パーツに合わせ目が発生しますが、両方とも段落ち処理、合わせ目は出ない作りで、膝アーマーの裏側にもきちんと裏打ち処理がされています。正面の一部が開口されていたりと、 HG にしては本当によくできた作りとなっております。続いて可動域、太ももから下はロール、膝関節は二重関節になっていて、ここまで動かすことができます。膝アーマーが連動して動くのも素晴らしいですね。アンクルアーマーはボールジョイントで若干可動、足パーツはボールジョイントとポリキャップで柔軟に稼働させることができます。下半身整ってまいりましたんで、軸とポリキャップで接続、反対側もドッキング。下半身完成しました。下半身に関しては前期型中期型関係なく、パーツは一緒になります。下半身と上半身をボールジョイントとポリキャップでドッキング。前期型の本体が完成しました。控えめに言ってめちゃくちゃかっこいい。素組みでこれだけクオリティが高いのは本当に素晴らしいですね。あとディティールも細かくて密度感がある作りとなっております。つい数時間前に映画のククルスドアを見てきたんですけれども、ガンダムが中期型だったんで、早く中期型にしたくなってきちゃいますね。やっぱりファーストのガンダムは作品に温かみがありますよね。最後に武装量を組んでいきます。まずは前期型のビームライフル、本体は2パーツ構成、前期型のビームライフルはわずか7パーツで完成。一部は段落ち処理がされていますが、基本的にはぐるりと合わせ目が発生しています。センサースコープが動いたり、ハンドルが稼働し収納することもできる作りになっています。あとビームライフルは中期型のものも用意されています。ビームライフル本体は挟み込む構造、中期型のビームライフルもわずか7パーツで完成。本体は挟み込む構造になるので合わせ目が発生しますが、段落ち処理が基本的にはされています。一部のみ合わせ目が発生します。センサースコープとハンドルは稼働。続いてハイパーバズーカ、グリップや方針までかなり凝った作りになっています。方針はやっぱりモナカ、センサースコープのイエローはホイールシールドの補填になります。合わせ目箇所はホワイトのパーツのみになります。センサースコープは左右に稼働し、グリップは上下に稼働。最後にシールドを組んでいきます。イエローのパーツはパーツ分割による色分け、裏面のハンドルやジョイントパーツも HG とは思えないほど精巧に作られています。あと上下にスライドします。
RX78 2ガンダムガンダム G オリジン版完成しました。付属品見ていきましょう。ハイパーバズーカと腰部へのマウントパーツ、前期型のビームライフル、中期型のビームライフル、シールド、ビームエフェクトが2本、ハンドパーツの開き手が両手、武器持ち手ハンドパーツも両手、本体に取り付けているのは握り手、中期状態への差し替えパーツは全部で7個、余剰パーツは関節フレームやガトリンガンなど合計9個を発生しました。以上になります。詳しく見ていきましょう。それでは可動域からチェックしていきます。まずは頭部から。頭部根元はボールジョイントで前後に可動、頭部根元も動いてくれることもあって上を見上げるとこのぐらいまで上げることができます。顎を引いてみるとこのぐらいまで下げることができます。横のひねりを見ていきます。特に干渉するパーツはないので1回転させることができました。腹部は前方に倒すことができます。限界を突破したらこのぐらいまで倒すことができてしまいます。上半身のひねりを見ていきます。多少干渉してしまいますがぐるりと1回転させることができます。肩アーマーのポリキャップは前方にこのぐらいまで引き出すことができます。腕の開きを見ていきます。肩アーマーは根元の部分が大きく引き出せる作りになっていて上に上げることができます。腕を目いっぱい上に上げてみました。肩アーマーの根元も上に上がってくれますがこのぐらいが限界となります。続いて当チャンネルのルーチンワーク、膝立ちをさせていきたいと思います。フロントアーマーをカットしているので結構大きく足が上がってくれます。各関節箇所の可動域は抜群に広い作りとなっております。オリジンガンダムの膝立ち整いました。とても美しいです。柔軟に動いてくれます。やはり力を入れて開発されたキットの完成度は凄まじいですね。一昔前のキットでも膝立ちはできますがやっぱり硬さがあるんですよね。その分新しいキットになってくると細かな可動箇所の柔軟性が素晴らしいですね。続いて武装類を持たせてポージングを取らせていきたいと思います。まずは前期型のビームライフル、専用の武器持ち手ハンドパーツが用意されていてしっかりと固定されます。人差し指もトリガーにちゃんとかかっています。本体に持たせてみました。保持力も申し分のない作りとなっております。あとビームライフルは収納されているマウントパーツを引き出すとリアアーマーにマウントさせることもできます。中期型のビームライフルでも同じ構造でリアアーマーにマウントすることができます。続いてハイパーバズーカ、ビームライフルと同じく武器持ち手ハンドパーツでしっかりと固定されます。グリップのパーツが前後に動いてくれるのでハイパーバズーカを構えるポージングも難なく決まります。あと専用のジョイントパーツを使用することでリアアーマーにマウントすることもできちゃいます。続いてシールド、前腕部には軸とあとハンドパーツで握らせてしっかりと持たせることができます。あとシールドはお決まりのバックパックにマウントすることもできます。バックパックに装着してみたらこんな感じ、ショルダーアーマーにギリギリ干渉しないかなという作りとなっております。続いてビームサーベル、特に専用ハンドパーツや凹凸はないので差し込むのみとなっております。ジャストフィットで保持力は特に問題はありません。続いてシール補填と塗り分け箇所をチェックしていきます。基本的にはパーツ分割による色分けがされていますが、腰部正面の V 字型マークと各関節側面の丸モールド内側のグレーはシール補填になります。マーキングシールも結構な量があり、段差が気になる方は専用の水転写デカールも発売されているのでそちらを使用するのもいいかもしれません。オリジンガンプラでおなじみの細かいモールドが全身に入っているので墨入れをして艶消しを吹いてお手軽仕上げでも十分に満足できるクオリティかなと思います。
続いて前期型と中期型の変更点を詳しく見ていきます。変更点は6箇所とビームライフルで画像に番号を振ってみました。ショルダーキャノンや前腕部のパーツの差し替えは簡単にできますが、肩アーマーやボディのパーツは一度バラしてから組み直さないといけないので、前期型も中期型もデザインが気に入っている方は2個キットを購入して両方作って並べるのもおすすめです。僕も両方再現したくて2個買いました。続いて関連キットと比較してみていきます。左側から HG ビヨンドグローバル、エントリーグレード、 HG オリジン版、 HGUC リバイブ版になります。ちょうどガンダム40周年と重なり、2020年は様々な種類のデザインのガンダムが発売されました。どれも稼働範囲が優秀で、それぞれのグレードやシリーズの個性が際立った作りをしています。 G14 のガンダムも欲しかったんですが買い逃してしまい、今現在も入手できていない状況で生産数が少し少なかったような気がしますね。続いてガンダムファクトリー横浜のガンダムとリアルグレードで並べてみました。ビヨンドグローバルや横浜ガンダムのデザインはガンダムといってもアレンジがかなり効いているので、ほぼ別物みたいに見えてしまいますね。もしリスナー様の好みのガンダムがあればぜひコメント欄で教えてください。ちなみに僕はオリジンガンダムとビヨンドグローバルの異質な感じが大好きです。続いて手元にあるオリジンのガンダムシリーズで並べてみました。極地型ガンダムとガンダム FSD になります。関節フレームが数パーツ共通で、ハンドパーツも同じものが使用されていました。このハンドパーツがポージングを取らせていたら少し外れやすいかなと思います。その他にも特徴的なショルダーキャノンも極地型ガンダムのものが使用され、もう少し共通パーツが多いかと思いましたが、関節パーツもほとんどが新規造形で作られていました。はい、 HGG オリジン版のガンダムを作ってみました。可動域が広く、ディティールもオリジンならではの細かさで、差し替えで遊べる幅も広く、一度は作っておきたい傑作キットになっていると思います。来月にはプレ版からククルストアの島版も届く予定で、通常版とドアン版の違いは成形色が違うのと新規密転写デカールが付属します。造形などの変更点はありませんが、劇場キービジュアルを使用したフルカラーパッケージになっているみたいなので、そちらも楽しみですね。また届き次第作ってみたいと思います。以上がレビューになります。最後までご視聴くださりありがとうございました。参考になりましたらぜひ高評価チャンネル登録お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。どうも犬猫愛好家サボリーマンです。今回は1/1ニャー少佐をレビューしていきたいと思います。ペットショップに余っていたので買ってきました。最後の1個でした。お値段は税込み25万円。最初は手のひらサイズでしたが、約2年でこんなに大きくなりました。体重は 4.6kg。 それではもう完成してしまっているので各部位チェックしていきましょう。まずは毛の色、お腹の下は真っ白。1日あたりの稼働時間はだいたい1日の3分の2ぐらい寝てます。チャームポイントは耳毛で、買った時から耳の毛が長かったです。子猫の時には首輪をしていましたが、だんだん毛が絡まるようになってきたので首輪は今現在はしていません。すごい嫌がるんですよね。なんか暑苦しいみたいで。はい、続いて大きさ比較いきましょう。エントリーグレードのガンダムと比較対象でよく使われるエントリーグレードのガンダム。猫の種類はノルウェージャンフォレストキャットなんで、5歳までゆっくり成長をし続けます。あと3年ぐらいかな、ずっと大きくなります。以上がニャーショーさんのレビューになります。質問等がありましたらコメント欄に書き込んでみてください。